だと思う。異常え、でもって言うとパッてみんな動くみたいな、なんか、うん。ガンダムの話ですね。いけない遅刻遅刻にニュータイプが現る。パンではなくカップ麺目撃されるということで、うんうん、最近では出店が曖昧だとしばしば議論される学園ものの鉄板ネタ、いけない遅刻遅刻と言いながら食パン加えて角を曲がるとイケメンと女子高生がぶつかるというシチュエーション、うんうん、現実ではそんな光景見たことも遭遇したことのない人がほとんどかと思いますが、食パンではなくカップ麺を食べながら投稿する男子高生が、目撃され、ツイッター上がざわついている。目撃したのはツイッターユーザーの生ガンダムさん。この方が驚きを隠せぬまま45年間生きてきたが、未だにいけないチクチクと言いながら、もしくはそんな雰囲気を出しながら食パンを加えながら全力疾走している女子高生を見たことがないが、いけないチクチク的な雰囲気を出しながらどん兵衛を食いながら走っている男子高校生を見かけたという、こぼさなかったかなのを、まあ、つぶやいたところ7000リツイートというニュースです。平和横断歩道でどん兵衛を食いながら上目遣いだ、信号が青になるのをガン見してたと、その高校生、ね、うん、が渡ってきたと。で、汁をこぼさないように単影ガンダムに出てきたウォドムの移動のように上半身を動かさず下半身だけで小走りに走り出し、途中で揚げを食ってそのまま駅の方に消えていきました。やりおるの、うん、と生ガンダムさんは目撃した。生ガンダムさんは目撃したんです。そんなびっくりな光景を目撃したこの生ガンダムさんなんですけど、はいはい、実はガンダムスノーボーダーとして有名な人物で、おや、自作のガンダムスノボウェアで各地のゲレンデに出没しては華麗なるスノボの滑りを披露し周囲をポカンとさせまくる、うん、さらにはその写真が毎年シーズンになるとあちらこちらからネットに投稿され大拡散されるっていうのが、まあ、ガンダムの格好してスノボやってんの。そうそうそう、それで、まあ、結構有名な、うん、で、まあ、念のために補足しておきますが、スノボスキルもあって、うん、安全ゲレンデマナーもしっかり守った上でガンダムの、まあ、コスプレしながら、で、機動戦士ガンダムをよく知らないスノーボーダーからも一目を置かれ、うん、ゲレンデの安全な場所であれば気軽に撮影も応じてくれるということで、会いたいという人は少なくありませんと、うん、何ガンダムなんだろうね。ファーストなの、モビルスーツいろいろあるんじゃないですか。じゃあザクで現れることもあるの。あるんじゃないですか。ターン A の時もあるのかな。ターン A もやってるんじゃないですかね。面白いね。何の話だよと思われる方もいるかもしれませんが、うん、こんなことが起こってるんですよ。はい、わかります。なんですか。ただ一つその機動戦士ガンダムというアニメがすごいことになってませんかっていう、うん、ああそうですね。そのガンダムに関してはちょっとね異常だと思う、うん、異常。いやでもガンダムっていうとパッてみんな動くみたいな、うん、いや 今誰かガンダムって言ったみたいなくらいみんなガンダム戦線半端なくない。ガンダム戦線はね異常なしですよ。もう40周年ですけども40そうずーっと拡大してますもん。で意外と若いやつまでいるじゃん。おっさんホイホイになるのは分かるわ、うん、お前なるもんな。まあ俺はまあしょうがないですね。まあ今その男の子が好きなもの、はい、ガンダム、これって実は一言で言い表せてて、闘争本能だと思うんです。なるほど。拡張身体的に自分の力が強くなるために何かに物に頼るっていうのもあるんですけど、きっとねガンダムがない国の男の子は、うん、素直にねアメフトとか、はいはい、もっと言えば自分の国の軍隊とかに感情移入してもいいんですよ、はいはいはい、国の強さとか、うん、我が国の戦力とか、うん、本当の力に感情移入していい国があるんですよ、うん、日本は負けた国なんで、うん、負けた国は自分の現実の戦争道具に感情移入しちゃいけないっていう最初のフォーマットがあって、うん、そのはけ口にガンダムがあったんじゃないですか。もうそれは本当にそうですね。で1個前はヤマトだったと思うんですよ。そうですね、うん、実は日本だけじゃなくて男の子の本来持ってる戦闘本能の、うん、発露の先がガンダムしかなかったって言い方もできるかもしれない。はいはい。もっと素直にあのスポーツとかに打ち込める人はスポーツとかに行ったの、うんうん、ただ俺は戦闘本能って言ったのは、うん、もう今の時代とは合ってないんじゃないかなと思っていて、うん、それはどん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 ね表には出てこなくなった先に今回の水星の魔女の補助道具にまで落ちたんじゃないかな。あ、なるほど。しかも男の子でなくてもいい、うんうん、あくまで補助道具って部分だけが残った。ただそこには過剰な力への欲求がまだ隠されてるんじゃないかっていうのが今回の水星の魔女かなっていうにちょっと感じてた、うん、なるほど、ね、あともう一個、うん、でもこれはちょっと結論に近いかもしれないので、はい、ふわっとだけ喋るとお願いします。ライダーとかマウントマックスはちょっと外れるんですけど、うん、今のクロニクってくれたアトムから始まった歴史から言うと主要な作品アトム、鉄人28号、うん、マジンガー Z までの流れで共通点が一個ありますよね、はいはい、親が作った。ああそうなんですよね。これそうなんですよ。はい、ガンダムまでは巨大その拡張身体は親が作った、はい、もしくは
親がこういう力が欲しいと思って作ったものに子供が乗ってる、はい、そこに、うん、今回の水星の魔女の呪いっていう言葉の意味がちょっとは入っているような気がしていて、いやそうですね、これに対してレイさんは、いやだからさ、この間のツイッターでな、女の子はこんなツイートしててな、彼氏いるのっておっさんに聞かれて、はい、恋愛話で、うん、うぜえなこいつって思ったんだろうね、うん、その時の一番いい返し方って何かって女子会で考えて、それでその時のみんながこれだって分かった正解の答えが、ガンダムはみんな好きですけど逆襲の騎士が一番好きですって言うっていう、恋愛話ではなくガンダムの話、しかも逆襲のシャーっていう言葉を入れた瞬間に男たちはガンダム話で夢中になって恋愛の話はなくなる、そこでっていうこれ奥野さんどうします？すごいですね、面白すぎますよね面白いっていうか、うん、そうかと思って、でもそうじゃん、そうなんですよねだから痛いとこ疲れたと思いながら、うん、そうだなっていうさ確かにここでさ男が3人もいたら逆襲のシャアの話になってるでしょ、だって逆襲のシャア好きなんですって言われた瞬間におっさんたちのスイッチがパン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 ってついて、うん、なんであえて逆襲のシャア来たみたいな話になるでしょ、なるなる、うん、そっからシャアの話したくなるんでしょ、だから逆襲のシャアが好きだっていう、もし女の子がいたら相当見てるなって思っちゃう、うん、あ、じゃあ何、仲間だって感じ、仲間っていうよりはちょっと見解を聞かせてもらおうかみたいな合コンがさ違う回になるわけでしょ、それ、そうそうそう、オフ会になるガンダムオフ会、合コンが一緒にして一緒にガンダムオフ会になってしまう、うん、それはなるよね、で逆にその子モテるだろう、モテるっていうか、うん、まあ一つのハードルはもうこ俺たちの仲間になるでしょ、したら、うん、性別の何かを垣根を超えるわけです、これただ自分よりちょっとすげえ詳しかったりしたらちょっとまたそれはそれ、ね、戦うのそこでそこで戦うの、いやなんかこうガンダムに関しては一かげみんな持ってるんですよ、やっぱりああ俺のガンダム論、俺のガンダム論みたいなのあって、俺がやっぱ一番好きなスターダストメモリーだし、うん、シードの人もいるわけだしな、シードはダメシードはダメだそうですよ、ダメっていうかその次がダメだった、ダメって言われたぞ、オマージュが下手なんですよ、シードを好きだっていう女の子はめっちゃいるんですよ、いるでしょ、平成ライダーイケメンがいますみたいな感じになったんでしょ、そう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 、それと同じ流れでしょ、うん、ちょっとぬるいんだよな、え、ぬるいの、ぬるいんですよ、オルフェンズは薬剤がなんでしょ、あれは任侠ですね、任侠なんでしょ、うん、じゃあ誰も救われなかったっていう、じゃああれとシードを並べると同じガンダムとは思えないみたいな感じになるわけ、全く違う作品ですね、いや俺思ったんだけど悔しいじゃん、そんなにおっさんホイホイされるんだと思っていやだからこんなに今喋ってて思ったけど、うん、なんでそんなガンダムに関してはちょっと食いついてしまうのかがわからないんですよ、もう俺思ったんだけど、逆にね、女子の話を一手に盛り上げるワードは俺たちにとってのシャアに匹敵する女子の何かってなんだろう、だ俺たちもやっぱり女子にパス出したいじゃん、うんうん、だ女子がわってなるって、もう合コンじゃなくてオフ会になるような、 K と J はなしにしようよ、ちみちゃんない、そんなのお客さん髪の毛毎週来てるはい、これ言ったら絶対盛り上がるっていうのない、僕からってことですよね、うん、難しい、じゃあれじゃない、スイーツじゃない、そうだスイーツも思ったんだよ、でもスイーツもね個別案件かなって気がして、なんかスイーツって振りづらい、どこどこの何とか食べたら美味しいよねみたいなって、うん、すごく狭いじゃん、だから何のスイーツ行ったらいいか分かんないところあるよね、うん、女子と話を合わせられる鉄板コンテンツの話ってことでしょ、うん、で俺はもう絶対なのはランドかシーかってやつだと思うんだよ、まずはランド派かシー派かってこと、ランド派かシー派でほとんど小学生からまあ40代ぐらいまでは盛り上がるじゃん、うん、俺のとは違うな、ディズニーだろやっぱ、ガンダムに比べて弱いよね、ガンダムに弱い、そうっすかね、コンテンツでないといけない気がする、うん、で考えましたよ、もう一つまだありますか、はい、いや強いて言えばリボンじゃねえかと雑誌の思うんだけど、彼氏ができるできないみたいなことになる前に、うん、自分のお小遣いで何を買ってたかってこと大きいんじゃないかと思う、男の子もそうだと思うんだよ、お小遣いになるものの限定層資産を何に投資してたかっていうことが後の人生のものすごくフックになってる、それは確かにそうです、うんうんうん、ガンプラ買ってたもん ね、 やっぱりね、でしょ、うん、自分が作ったガンプラだってスノボされてるとちょっと見に行こうかなってなってちゃうでしょ、リボン全盛期は90年代でたから、それ店内の話でしょ、でもそれ以前もリボン強いからね、ムツ英子さんから始まってっからね、もっと前からいいから、うん、だからその男、まあ、ジャンプ的なあの時期のリボンで何にハマってたかというのは、うん、今の20代ぐらいだと7とかの話は結構盛り上がるとは思うけどね、うんうん、ただまあリボンにかなわねえなって、これあのなんつうか世界の入り口なんじゃないかな、日本の女の子にとっての世界の入り口は意外とリボンじゃねえかっていう、うん、要するに好きだ嫌いだっていうのを男の子って
ってこんな感じなんだとか、こんな恋したいなっていうのを体験させてくれる最初の入り口が日本はリボンなんじゃないかなっていう気がするね。国がリボンを男は読めと、つかリボンの話を聞ける男はモテますよって話ですね。なるほどなるほど、うん、リボンで何好きだったみたいな。そう、逆にそれ惹かれない？なんでなんでなんで、この人何みたいな、なんでなんで知ってんのって、なんで知ってんのっていうか、うん、私の世界に入ってこないでみたいな。そんなことないで、どこでもいい。え、ガンプラ作ってたんだ、どんなのって言われたらもう喋るわけだろ。え、で嬉しいでしょ、それは。嬉しいっていうか、なんでそんなこと聞いてくるの。なんなの。そう、すごい教えてって言われたら、うん、ハンマハンマの話でいい気分になっちゃうじゃん。 おっさんはさ、そしたら天使なんかじゃないだけでどんだけいけるんだって話でしょ。あ、店内ね、コメントでジブリはどうですかっていうのは。あ、ジブリいいんじゃない。ジブリ悪くない、うん、逆にダイエット法とかさ、うん、そういうのは危険水域でしょ、うん、あなたダイエット必要ですか、ね、ダイエットになっちゃうじゃん。そうですね。そう、それは向こうから振られた時にリアクションで返すやつでしょ。1975年から81年頃っていうのはね、はい、アイビーオトメチック漫画の時代だったんですよ。これが最先端だった、はい、最先端の少女漫画はね、はい、ある意味ね、思考停止状態に陥っていたの。この通りです、うん、これ当時の流行りの絵っていうのを感じ、雰囲気で描きました。完璧じゃないですか。棒のような手足、うん、まあその紙っぺらのようなこう立体感のない手足で、なんかこんなマークとかついてて鼻が飛んでて、そうなんで、うん、まあこういう絵なの。まあまあこの辺の漫画も決して嫌いではないんだけど、この辺の漫画がなんでダメだったかっていうとですね、恋愛漫画における話作りにおよそリアリティのないテンプレができてしまっててそっからなかなか抜け出せなかった。その通りです、うん、どういうことかっていうとね、まあその時の典型的な漫画っていうのを一応こう説明してみます。まずドンとぶつかって始まる恋物語、はい、これです、はい、女の子がいやー遅刻ちゃってこうパンとかこうやってバタバタ走ってドンってつかるんですよ。必ず食パン食えてますね。しっかり前方不注意でってこう男が言って、はいはい、まあこいつが前方不注意なんだけど、悪いの女だよね。なんなのよあいつ、でもちょっぴりハンサムって、まあそれが大事なとこね。で、学校にいたら転校生でこいつがあるって、うん、あー今朝のあいつ、あいつ何回見たかって。もうこれがね、うん、少女漫画の当時一つの足に3本か4本あったの、本当に。特に新人はみんなこれ書いてやりますね、うん、はい、でなんでかっていうとね、これね楽なんだわ。男の子が簡単に早くから出てくるんで、うん、まあ、読み切れってそんな長いページじゃないじゃないですか。 だから早く展開させるにこのパターンってねすごい楽だった。そうだね。だけどそのドンとぶつかって始まる恋愛物語って誰が最初にやったかってね、今俺調べてんだけど分かんないんだよ、うん、これはすごい初夢だったと思うんだけど、そうだね、もうみんなこればっかりだったわけよ。